まだ準備できないの？今頃あの子、日教連とかいう奴らに遊ばれてたりするのかな。かわいそうだな。となるとさっさと死なせてやんのがあの子のためじゃない。あんまり待たせてやんなよ。なんなのお前、殺されたいの？それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か？大丈夫や。早いとこ案内してくれ。はん、やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しておるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとるんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。Yeah!
った。もう逃げ場はない。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の国で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこへ。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。なんやて、ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。
何であれ彼女を助けたい一心だな。分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条界の未来を左右する重要な事態がすでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やもん。で、確かめた結果はどないやん。俺は慎重派でね、結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええや、やったるわ。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで東条会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。
本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。